にちは、池田真子です。はい、今回はね、前から気になってたことをやります。こちら、逆ダイソーとケイトのアイブロウ比較をしていきます。めっちゃ似てるくないですか？結構小さめのテープにね、買い出しに行ったら、そんな数はそんなになかったんですけど、たまたまこれが置いてあって、それで急いでケイトも買ってきました。実際に使いながら紹介していくので参考にしてください。それではマコチャンネルスタート。じゃあまず片方ずつ紹介します。こちら、ケイトデザイニングアイブロウ 3D の EX4 番ライトブラウンです。お値段は1100円。そして比較するのがダイソーの UR グラムアイブロウパウダー BR1 番のライトブラウンです。お値段は100円。ケイトの方はね、 3D って書いてて、立体的な目元を演出してくれるようなパウダーになってます。で、 UR グラムの方も立体的って書いてて、まあ、書いてる内容もね、ほぼ同じかなと思います。ケイトの方は裏に使い方もね、詳しく書いてくれてます。はい、開けたらこちらです。こちらがケイト UR グラムになります。でね、このケースのサイズはもう全く一緒で、上にミラーがついてるのも同じで、3色入りで、ここの部分にブラシもついてました。ちなみに閉じたらこんな感じで、ケイトの方はね、ツヤ感のあるような素材で、 UR グラムの方はちょっとマットな質感です。はい、ブラシはこちらになります。ケイトの方が小さめで、ダイソーは大きいアイブロウブラシになってて、で、そのケイトの裏側の方、こっちは眉頭をぼかすようなブラシもついてます。眉毛を描くって言ったらこっちの方が便利そうやけど、でも眉頭ぼかしたりも使うってなったら、やっぱケイトの方が嬉しいですよね。はい、手に塗ったのがこちらです。上がケイトで、下が UR グラムになります。で、同じ順番に3色塗ってみたんですけど、まあ、色で言うと UR グラムの方がちょっと温かみのあるような黄みがかったブラウンです。で、発色的にもケイトの方がちょっと薄めのナチュラルで、 UR グラムの方が高発色です。どっちも結構たっぷりしっかり重ねて、これぐらいの色になります。で、指で使った後の状態がこちらです。実際でこうやって指で出してみて使った感じ的には、全然違うかって言われたら、いや、そこまでどうやろうってね、感じなんですけど、じゃあ全く一緒かって言われたら違うってはっきり言えます。こう指で触った感じとか、その塗ってる感じ的に、ケイトの方がやっぱりね、肌なじみがすごい良くて、スーって馴染んでくれるんですね。で、 UR グラムの方も粉飛びするわけではないんですけど、ちょっとこうやっぱりしっかり重ねていくと、表面がこう粉っぽく、パウダー感がこうより出てくるような感覚で、だからこそこういう風に高発色になるんかなとも思います。ケイトの方がこうお肌に染み込んでいくわけじゃないんですけど、馴染んでいくんで、ケイトの方がちょっと柔らかめというか、粒子が細かくて滑らかなんかなって思います。じゃあ次、眉毛落として片方ずつ試してみます。じゃあこっちの眉毛、ケイトで描いていきます。次、 UR グラムも描いてみます。はい、眉毛描いてみました。こっちがケイトで、こっちが UR グラムになります。ちょっと私、眉毛描くのが苦手で、汚いのはちょっとね、許してください。質感を見ていきたいんでね。はい、で、描いた感じ的にはパッて見たらね、そんなに大きな変化は分からないと思うんですけど、やっぱりもう使い心地がね、全然違いました。はい、ブラシでメイクした後の状態がこちらなんですけど、やっぱりこうやって見たら UR グラムの方はちょっと粉飛びするような、ちょっとポコポコポコってね、粉が出てきて、で、ここちょっと飛ばしてしまったんですけど、ケイトの方はほんまにね、もうおとなしい。やっぱり描き心地がめっちゃ気持ちよかったです。まあ、ブラシの加減もあると思うんですけど、結構この UR グラムの方はナイロン素材でこうこうやってね、触ったらパサッパサッって音が鳴るんですね。まあ、ちょっと全然チクチクするとかではないんですけど、こっちのケイトに比べたらちょっと硬く感じると思います。で、ケイトの方がね、やっぱちっちゃくて、こうこまごまこまごま描くような感じにはなるんですけど、でもこれもね、毛先がめっちゃ柔らかくて、逆にまあ微調整がしやすいっていうのもあって、ちょっと描くなら時間かかるかもしれへんけど、描きやすかったです。まあ、あとはやっぱりここついてるのがメインですよね。こっち側はなかったんで、ちょっと指でもね、こうやってなじませながら描いたんですけど、やっぱり1000円の差があるかって言われたら、そこまでの差がどうなのかってなる、ちょっと感じになるかもしれないですけど、まあ、価格関係なしにやっぱり差はあるなって私は思いました。まあ、仕上がりとかもやっぱりケイトの方が肌に綺麗に馴染んでる分、こう柔らかくふんわりとしたイメージで、 UR グラムの方がちょっとやっぱパウダー感というか滑らかさみたいな感じのものは感じないと思います。ちょっと
このな、やっぱり口で言うのは難しいかもしれないんですけど、私のイメージ的に言うと、これ塗った状態見たら眉毛のね、私ゴリゴリの濃い眉毛なんですけど、これがケイトの方がこの毛も一緒にね柔らかく見えるようなイメージで、こっちのユアグラムの方は毛が浮いてちょっと硬く見えるようなイメージです。それぐらいこっちのケイトの方が馴染んでくれるんで、やっぱりケイト優秀やなって、さすがアットコスメ1位のコスメだけあるなって改めて感じました。ダイソーの方もね、逆に言えばこの100円でこれだけのクオリティがあるってめっちゃすごいと思うし、全然使えないこともないと思うので、そういう意味で言ったらね、どっちも優秀なコスメなんだなって思いました。はい、ということで今回はケイトとユーアグラムのアイブロウ比較をしてみたんですけど、まあ、簡単にまとめると、肌なじみが良くて滑らかな質感だったり、あとはね、ブラシが2本ついているっていう部分がこちらの良かったポイントで、こちらはプチプラでブラシが大きめなので、ささってメイクができるっていうのが良かったポイントだと思います。そしてこの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もしているので、そちらもぜひフォローお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。